ジャニーズカレンダーの争奪戦と出版社の複雑な立場、性加害問題の影響で未来は不透明。平野使用の注目度も高まる。ジャニーズ事務所の影響が波及する出版業界。ジャニーズ事務所と出版業界との深いつながりが浮き彫りになりつつある中、毎年恒例のジャニーズ公認カレンダーが話題になっています。これまでにも、 事務所の力がメディアに及ぼす影響に関する報道がしばしば取り上げられてきました。しかし、最近のジャニー北川氏の性加害問題を受け、ジャニーズ事務所のカレンダー事業にも大きな影響が出ているようです。今回は、ジャニーズカレンダーの行方にまつわる興味深い情報と、来年度に迫る、スノーマンや平野市要をめぐる争奪戦について詳しく探ってみましょう。 ジャニーズカレンダーの売り上げ競争。毎年、ジャニーズ事務所のトップグループが発売するカレンダーは、その売り上げ数に驚くばかりです。例えば、オリコン上半期ランキング2023によれば、トップはラストカレンダーとなった、キングピンス以下、キンプリで35万4850部を記録しました。そして、その後を勢いで、スノーマン、 が335,067部を売り上げ、注目を浴びています。これにより、出版社は各グループのカレンダーを手に入れることで大きな利益を得ることが期待されます。しかし、ここで注目すべきは、これまでのジャニーズ事務所と出版業界の癒着に関する報道が、メディア側の態度を変えつつあることです。 ジャニーズのスキャンダル報道について、売れ筋グループ、終わり当てることで報道を抑え込むといった情報までが広がりつつあります。カレンダーの担当権をめぐる舞台裏。通常、10月に入ると、各出版社は来年度のカレンダー制作権をめぐって、ジャニーズ事務所と交渉を行います。この時期には、どのグループを担当するかの割り振りが行われると言われています。 しかし、今年は異なる様相を呈しています。週刊誌デスクによればカレンダー案件に関しては今月社長を辞任した藤島ジュリー稽子氏同じく副社長を辞任した元副社長の白波瀬決氏が大きく関与しておりそもそも来年度版が発行されるかどうかも不透明となっていますとのこと。ジャニーズの性加害問題に対するメディアとの癒着や忖度が カレンダー制作にも影響を与えているようです。スノーマンよりも注目平野仕様のカレンダー制作に殺到する出版社。現在、カレンダー制作権を争う中で興味深い動きがあります。例年ならば、スノーマンがトップの座を狙っているところでしょう。しかし、今年は異なります。何は男子シクストーンズと比べても、 本年度の金プリ、スノーマンの売り上げは頭一つ抜けていた。しかし金プリに関しては、同グループの人気を支えていた平野紫耀が今年5月に脱退したことから、来年度は売り上げの大幅ダウンが避けられない状況だけに、スノーマンカレンダーが争奪戦になるのは日を見るよりも明らかです。と、週刊誌デスクが指摘しています。 そして、なんと舞台はスノーマンよりも一層注目の敵となっているのが、平野紫仕様の方です。すでに平野が提携している滝沢秀明氏の新会社、とべに対して多くの出版関係者が、ぜひうちに平野さんのカレンダーの制作をさせてほしい、と懇願しているとのこと。これは、 平野のカレンダーがスノーマンをしのぐほどの争奪戦に発展する可能性があることを示唆しています。出版社のスタンスと今後の展望。一方で、依然として性課題問題に揺れるジャニーズ事務所に対して、擁護派のスタンスを崩さない出版社も存在します。 ジャニーズのメディアとの癒着や忖度を意識しているため、来年度のジャニーズカレンダーに関する議論は一段と複雑なものとなりそうです。カレンダーは CM などと違い、あくまで積極的に欲するファンのためだけに制作するものですし、絶対に出すべきではない、とは言い難い部分もあります。と、スポーツ上記者は指摘しています。 ファンを喜ばせるために制作される一方で、ジャニーズの影響力やメディアとの複雑な関係が、出版社にとっては難しいジレンマとなっているようです。果たして、来年度のジャニーズカレンダーは例年通りに発売されるのか、それとも中止となってしまうのか。これからの動向に注目が集まります。ジャニーズカレンダーの未来は不透明。 ジャニーズ事務所と出版業界の癒着が問題視される中、来年度のジャニーズカレンダーには不透明な要素が多く絡んでいます。特に、性加害問題に揺れる中で各出版社がどのグループを担当するかの舞台裏や、平野仕用のカレンダーが注目を集めるなど、今後の展望は非常に興味深いものとなっています。 出版社としては、メディアの影響力やファンの期待といった要素をバランスよく考慮しながら、議論を進めることが求められそうです。ジャニーズカレンダーの未来がどのように形作られるのか、これからの情報収集が期待されます。